こんばんは、くまスポです。サッカー J3 は週末、新型コロナウイルスの感染防止策が取られた中で開幕。ロアッソのシーズンが始まりました。新戦力の活躍で白星スタートです。今日はこのスタジアムで行われるんですが、この周辺今日は誰もいません。普段なら出店などでにぎわうスタジアム前、無観客に加え当日は大雨。試合前とは思えない静けさです。寂しいですね。選手の入場も普段とは違いました。普段なら大声援の中、両チーム並んで入場するんですが、両チーム間隔を空けて入場しています。キックオフの前は医療従事者に向けて感謝の拍手が送られました。大木監督が目指すのは攻守ともに攻撃的で見ていて楽しいサッカー。その言葉通り積極的にゴールを狙います。開始4分、こぼれ球を石川。 J1 サガン鳥栖から加入した新戦力が見せました。抱擁などは禁止されている中、嬉しさのあまり抱きついてしまう選手たち。気持ちわかります。さらにその直後、新加入の谷口がボールを奪ってシュート。得点にはなりませんでしたが、攻撃的なプレーで監督の期待に応えます。その谷口がさらに見せます。15分、黒木のパスに岡本。最後は谷口、練習通りの形ができたと最高の滑り出しを見せます。2対1で折り返した後半、黒木のクロスに合わせたのはまたも谷口。貴重な追加点を挙げます。しかしこの後は、鹿児島の攻撃に押されフリーキックのピンチ。ハンドで PK を与えてしまいます。その PK を決められ1点差に。その後も鹿児島の勢いに押されます。しかしゴールキーパーの内山、 J リーグデビュー戦となる26歳が好セーブを連発。ゴールを割らせません。待ちわびた開幕戦は新戦力の活躍で勝利。 J2 昇格へ好発進です。熊本のためにゴール取って勝つって気持ちで入ってたんで、本当に嬉しいです。チーム全員で一つに意識しながらやれたんで、良かったと思います。そんなに無観客ということを意識するような感じではなかったですね。ですからいつも通りやれたと思います。まだお客さんが入れる状態ではないんですけれども、また入れるようになる時までですね、できるだけいい試合をして多く勝ってですね、皆さんを迎え入れたい、そんな気持ちでいます、スタジアムの外もガラーンとして、お客さんの歓声も聞こえてこない、異様な雰囲気でありましたけど、そしてあの雨ですよ、シャワー浴びてるみたい、あの条件の悪い中でよく攻めましたよ、本当、出足好調ですね。監督は無観客については、今までとって変わらないというようなこともコメントしてましたけれども、プレーしてた選手に聞きますと、やっぱり無観客は寂しいとおっしゃいました。さあ、施設はアウェーで、今年 JFL から昇格してきた今治と対戦です。総合テレビで中継もあります。元ロアッソ熊本で日本代表でも活躍した牧誠一郎さんを解説者に迎えて、今度の土曜日午後3時55分からお送りします。もうしばらく会場には行けませんけども、テレビの前で応援しましょう。続いては明治安田生命 J3 リーグです。ロアッソ熊本はおとといホームで鹿児島を3対2で下し、白星発進しました。およそ4ヶ月遅れの開幕は無観客試合。サポーターたちはスタジアムに行けない中でも、それぞれエールを送りました。普段は赤く染まるスタンドも、今日はご覧の通り寂しい状態となっています。無観客試合はどのような雰囲気になるのでしょうか。
新型コロナ感染防止のため無観客となった開幕戦。ロワッソの応援団体ではビデオ会議アプリを使ってサポーターが一緒に観戦です。乾杯！乾杯！乾杯！また熊本市北区では徳山さん一家も3世代で声援を送りました。サトシさんはこだわりの衣装で観戦です。それをね、こう君に一応この学校で去年いつも応援に行ってまして、引き分けはあるけど負けてはいないんです。負けなしの衣装、はい、開幕戦は特別ですよね。雨のピッチを見守るのはグラウンドキーパーの船井正樹さん。緊急事態宣言が出されている間もピッチの整備を休むことなく続けてきました。まあ、最高の出来だと言いたいんですけど、思いっきりプレーしてもらって、その上で、勝ってくれたら最高だと思います。選手が揃って入場するセレモニーがない代わりに、医療従事者に拍手で感謝の気持ちを伝え幕を開けた今シーズン。 J2 から降格してきた鹿児島を相手に、今シーズン就任したロワッソの大木監督は新加入選手を積極的に起用。それにまず応えたのが石川博人でした。前半4分、 J デビュー戦の石川が右足を振り抜きゴール。ロワッソが先制すると、続く15分、こちらも新加入の谷口海斗、名刺代わりのゴールで2対0、さらにリードを広げます。この後1点を失い2対1で迎えた後半、雨足が強まる中、19分に再び谷口がやってくれました。赤いの方が5枚ヘディング、得点取るっていうことが自分の求められていることだと思ったので、それが結果に結びついて嬉しかったです。試合終盤には PK で1点を献上するもリードを守り抜き3対2。大事な開幕戦、しかも九州ダービーを白星で飾りました。非常に強い雨の中のゲームだったんですけれども、初戦勝てて本当に良かったと思います。勝ちました。よかった。もうこの日を待ってました。J2 昇格、それだけですね。最低2位。次節は来月4日、アウェーで今シーズン J リーグに参入した FC 今治と対戦します。それでは順位表です。18チームで戦う今シーズン、ロワッソは3位タイとしています。次節も無観客試合で、今回ビデオ会議アプリで観戦したサポーター団体は次もリモート応援の会をするということです。興味のある方、検索してみてください。ここからはスポーツです。宮澤さんです。はい、お伝えします。サッカー明治安田生命 J3 リーグがおととい開幕。ロワッソ熊本はホームで鹿児島ユナイテッド FC に3対2で勝利しました。この試合、期待の新戦力が活躍しました。いよいよ開幕を迎えたロワッソ熊本。ガランとしたスタジアムなんですが、試合を前にした選手たちの声が響いています。新型コロナウイルスの影響でリモートマッチと題し、無観客で行われた開幕戦。なるべく接触を避けるため、このように選手たちも別々に分かれて入場しました。そして試合前には両チームと審判団から医療従事者らへの感謝の拍手が送られました。応援してくれるサポーターに勝利を届けたい。赤のユニフォーム、ロワッソ熊本は序盤から仕掛けます。前半4分、ペナルティエリア外に流れたボールを石川が遠目からシュート。ここしか打つところがないというようなシュート。立ち上がりから新戦力が躍動します。入りだったんで、大きなプレーをやろうとして大きいと狙いました。そして積極的にプレッシャーをかけボールを奪いに行くロワッソ。そして前半15分、右サイドから攻め上がり、キャプテン岡本のクロス、押し込んだのは
岩手から移籍した谷口。この後前半終了間際に1点を返され2対1で折り返します。後半雨も次第に強くなってきました。そんな中後半19分黒木のクロスにまたも谷口。今度は頭で合わせ2点目鹿児島を突き放します。しかし序盤から積極的にボールを追いかけていたロアッソ、後半に入り相手にペースを握られます。さらに PK で失点を重ねてしまい1点差に詰め寄られますが J リーグ初出場の内山がこのファインセーブ。さらにここでもなんとか逃げ切ったロアッソ、雨の中の死闘を制し開幕した白星発進です。1点目はドン君からいいボールを上げてもらって、2点目も浩平君からいいボールを上げてもらったんで、まあ、決めるだけでした。熊本のためにゴールを取って勝つっていうところを意識してやってたんで、いや本当に嬉しいです。まあ、非常に強い雨の中のゲームだったんですけれども、初戦勝てて本当に良かったと思います。まだお客さんが入れる状態ではないんですけれども、また入れるようになる時までですね、できるだけいい試合をして、多く勝ってですね、皆さんを迎え入れたい、そんな気持ちでいます。いやもういろんな気持ちを持ちながら不安だったり、ようやく始まっただったり、僕ねこのゲームのスタメン見た時にちょっとグッときちゃってて、はい、あのキーパーの内山さんって4年前に練習生でロアッソに来たんです、それでリーグ戦デビューを迎えてバシ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 といいプレー、いや本当に良かったなと思いました。しかも積極的に走ってたロアッソがきついあの中盤の時間帯で内山選手がああいうプレーを見せてくれたって、なんかこうチームメートの勇気にもなったと思うんですよね。そういう意味でまたいろんな新戦力の選手たちが活躍した試合でした。開幕戦初白星を飾ったロアッソ、次の試合は FC 今治とアウェーで戦います。来月の4日土曜日午後4時からのキックオフです。開幕ダッシュに期待しましょう。さあこちらも4ヶ月近く遅れて開幕を迎えました、はい、サッカー J3 ロアッソ熊本はおとといが開幕戦。この日を待ちわびたサポーターたちはリモートで大声援です。観客を入れないリモートマッチで迎えた J3 ロアッソ熊本の開幕戦。ピッチから見ると少し寂しい感じがします。サポーターたちはこちらで応援します。新たに導入されたリモート応援システム、ボタンを押すことでリアルタイムに声援や拍手がスタジアムへと届きます。さらにビデオ会議システムでつながり応援するサポーターたちも。せーの、鹿児島ユナイテッド FC をホームに迎えての異例の開幕戦は前半4分ロアッソの新戦力石川博人がミドルシュートを決め先制。大粒の雨をものともしない見事なコントロールでした。15分にはこちらも新加入の谷口海人が滑り込みながらクロスに合わせて追加点。谷口は肘タッチで喜びを表現します。その後ロアッソは1点を失いますが、後半19分黒木浩平のクロスに再び谷口、今度は頭で合わせてこの日2点目鹿児島を突き放します。この後再び1点差に詰め寄られますが、中盤にかけては J リーグデビューとなったゴールキーパーの内山圭が好セーブを連発。鹿児島の猛追をしのぎきり開幕戦を白星で飾りました。得点取るっていうことが、自分の、まあ、求められていることだと思ったので、それが結果に結びついて嬉しかったです。もうまずはやっぱ開幕戦の勝利ですよ。そうですね。で加えて新加入の若手がこうやって結果出すっていうのはやっぱチームがすごい活性化するでしょうね。ちょっとこれから本当に期待が持てますよね。競争が出てね、うん、昇格してほしいですね、はい、で大木監督は3点を取ったことは評価しながらも、
雨の状況でもしっかりボールを持って攻撃につなげたいので、その部分に関しては少し不満があると昨日話していました。なるほど、課題もまだまだありそうですね。そうですね、はい、次節はアウェーで FC 今治と対戦です。無観客での開幕戦に臨んだロアッソ熊本、 J2 降格組の鹿児島との一戦は開始早々に動きます。前半4分、こぼれ球を新加入の石川、思い切りいったという J 初ゴールでチーム初得点を叩き出します。さらに15分には繰り返し練習してきたサイド攻撃、キャプテンの岡本からこちらも新加入谷口、後半19分にも谷口が頭で決めたロアッソ熊本、自宅やネット上などから声援を送ったサポーターに開幕戦勝利を届けました。